ました。はい。おはようございます。本場高です。今日は12月11日、月曜日です。はい。今日もね、朝ぼらけ、本場高朝ぼらけ、よろしくお願いします。昨日はね、日曜日やったんで、ちょっとお休みさせていただきました。はい。よっしゃ。ほんでね、今日はちょっと仕事がね、量が少ないんで、遅めの出勤となります。ほんでね、今ちょっとね、ガソリンスタンド寄って、注入しました。最後か。まあ今から10分、15分ぐらいしかちょっと喋れないんですけど、よろしくお願いします。はい。ほんでね、昨日、YouTube の動画で、小松駅、JR 小松駅の前にあった小松の、すっごいでっかいショベルカー、PC4000 やったから、ダンプはちょっと覚えてないんだけど、大きいダンプと止まってる動画で、ちょっとアップさせてもらったんですけど、あれ、めちゃくちゃ大きいから、もうほんまに。そう。あれはね、あそこしか展示されてないみたいで、ほんまに、行ける機会があるんやったら見に行った方がええなと思いますよ。んで、まあ、ちょうどま、手すり取ったっていうのもあるんやと思うねんけど、もう、そこの、担当の、まあ、年配のおっちゃんやったけどな。二人めっちゃええ人やって、ほんで、あれやこれやめっちゃ教えてくれんねん。結構動画でカットしてんねんけど、めっちゃいろいろ教えてくれんねんが、いやええ人やったなと思って。ごめん。うん。まあまあほんま小松駅でね、結構楽しみましたよ。俺あれ、1時間ぐらいうろうろしとったかな。ほんで、ちょっとほんま暗くなってきて、5時に閉まんねんけど、5時前になったらごっつい暗くなってきてやんか。ほんならな、あれライトアップが始まって、あ、ライトアップするんやと思って、ほんで、ライトアップもちょっと撮影してんやんか。ライトアップも撮影した動画もあんねんけど、もう昨日はもう普通に明るい時間帯撮ったやつだけアップしてんけど、いやーもう小松の重機すごかったよ。大きかったよ。もうあれはぜひぜひもう見に行ってください。もうほんまに。そう、昨日もね、YouTube 見てくれてありがとうございます。ちなみになんですけどね、もう本当に本当にこの朝ぼらけラジオ始めたからかどうかわからんねんけど、チャンネル登録めっちゃ上がってきました。ほんまにありがとうございます。チャンネル登録ね、もうすごい伸びてきて、俺の今までのもう中でちょっと久しぶりに伸び率がすごいなと思って、もう今ね、46,400 に超えたんですよ。つい最近ね、46,000に行きましたーってやっとったんですけど、もう46,400 に超えたんですよ。うわ、もうすごいなと思って、もうほんまにありがとうございます。YouTube って、1日に、新しく、もう初めて、本舗なんかお前見たねっていう人が、まあ、データで見れんねんけど、約2000人から3000人ぐらいいてはんねん。今日お前初めて見たで、あ、今3000言い過ぎかもしれないけど、だいたい2000ちょっとはいてはんねん。毎日毎日、新規で、初めて本舗なんかを見たよっていう人が2000人おんねんけど、それがチャンネル登録に、繋がれへんねんか。まあ、だからそれは、まあ、偶然来たけど、なんか、ああ、俺に合わへんな、とかっていう人も多いと思うねんけど、でも、一回、この僕の動画をね、見てくれしちゃった方はね、ちょこちょこ上がってくると思うんですよ。気にもかけてないけど、ちょこちょこ上がってくると思うんですよ。んで、あ、こいつまたあれラジオやってるんやなとか、あ、今日はこいつあれかトラック乗ってどっか行ってんねやとか、石川行ってるんやとか、あーこいつラーメン食うとんやとか、あー今日和歌山行っとんかとか言って、まあいろんな動画上がってくると思うねんけど、ちょこちょこ上がってきてね、ちょこちょこ見てくれてる方もいてると思うんですよ。もしよかったらね、チャンネル登録お願いします。はい、ほんまにお願いします。あとね、もうほんまにみんなね、こう、見てくれるやんか。ほんで、見てくれて、もう、いいねボタンも、もうすごい押してもらえてんねんけど、もしよかったらね、もしよかったらね、いいね、みんな押してほしいなと思います。もうほんまに、お願いします。本舗なんかからのお願いです。もうよかったら、いいねも、よろしくお願いします。ポチッと。もう、いいねも、ポチッとなーですね。はい。そんな感じです。まあまあ、小松行って楽しかったよ。ほんで、帰りサンダーバードで帰ったらいいからってなって、あ、そうなんですかって、よっしゃサンダーバード乗れると思って、で小松駅でこう切符、もう機械で買うの分からんから、窓口でこう
すいません、大阪まで帰りたいんですけど、で、あ、大阪のどの駅まで帰られますって言うから、あ、JR のどこどこですって、あ、ほんなら、あ、ちょっと待ってよって言う、もうすっごいなんかな、機械が左にあんねんけどな、もうこんな機械があってな、カン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 、カン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 ってやって、めっちゃ早いでやんか、そう。ほんで、ガーってやって、ほんで、券買って、ね、もうよっしゃ、券も買ったと、よっしゃ、もう今日、もう小松駅、もう石川まで来たから、よっしゃ、もう、美味しい駅弁買うて帰ろうと思って、もう、そのサンダーバードで、美味しい駅弁でも食いながら、ちょっと帰ろうと、もう、家の直近まで駅やから、よっしゃ、もう今日は、チューハイも買うて、よっしゃ、もう今日は帰ろうと、もう息をようと、ほんで、ここ、駅弁どっか売ってるんですかって言って、ここね、セブンイレブンしかないんですよって言われて、いや、セブンイレブンしかないんかと思って、そう。ほんで、まあ、セブンイレブン、もうしゃあない、もうお腹空いとったからな。ほんで、もうしゃあないわと思って、セブンイレブン行って、ほんで、もうなんか、もうマカロニサラダと、なんか唐揚げ棒と、ほんで、ちょっとしたもうミニ弁当買ったら、もうそんなもんええの食わんでええわと思って。ほんで、ミニ弁当買って、ほんで、サンダーバード。何番から乗るんですかって、あ、3番ホーム待っとったら来ますよ、17時12分です、あ、12分です、で、ほんで、券買うときにな、指定席しますかって言うから、指定席やったらめっちゃ高いんですかって言ったら、いや、もう500円ぐらいしか変わらないですよって言うから、もうそこの指定席に甘えさせてもらって、俺、はい、指定席の券買って、ほんでもう弁当持って、1枚持って、もうちょっと荷物も多かったんやけどな、よっしゃ、もうこれでもう指定席やからと思ってほんで、待っとって、まだサンダーバード来ますって言ってアナウンスが流れて、あ、サンダーバード来るんやと思ってバーって来てんやんか、ほんだら普通の電車やねん、ほんで、あれ新幹線ちゃうやんと思って、俺のイメージは勝手になんかブルーのこうブワーってこう線の入ったなんかこう新幹線やと思って、北陸新幹線かな、俺はあのイメージをしとって、ほんだらサンダーバードって普通の電車の速い版やね、なんか特急って言うからちょっと速い版の電車やって、あ、新幹線ちゃうやんと思って、でもそれはサンダーバードやね、俺が乗るべき電車やから、あ、もうこれかと思ってもう乗って、あ、新幹線ちゃうんかと思いながら、まあ、乗って、ほんで乗ってんけど、もう全然普通に速かった。大阪まで何やる2時間ちょっとで帰ったかな。ほんでまあちょっといただいて弁当食うて、まあまあ、なんやろ、小松の重機を思い出しながら、ちょっと余韻に浸って帰ってきたかな。いや、よかったなあれ、とか思って。そう。そんな感じでね、ちょっと北陸の旅をね、楽しんできました。はい。サンダーバード、新幹線だと思ってました。そんな感じでね、もう大阪帰ってきて、昨日はね、日曜日やってんけど、昨日日曜日ね、何にも予定なかった。何も予定なかったんけど、唯一、これはやらなあかんっていうのが、奈良に軽トラ止めとってん、俺。んで、石川から電車で帰ってきたもんやから、ほんで、軽トラ取りに行かなあかんと。ほんで、夜帰ってきたら、息子も帰ってきてな。んで、もう、アホみたいな顔しながら、その前に作ったおでんを食うとってん。ほんで、おでんこれ、めちゃくちゃうまいわーって言いながら食うとってん。そっか、って。って。明日、奈良までよ。ちょっと送ってくれへんって言って、また軽トラ置いてきたって言われて、いや、また軽トラ置いてきたって、俺今日電車で帰るってあれ言ったやん。だいたい分かれへん、軽トラになるやなって言って。うん、せやな。でも俺明日バイトやでって言って。ね、何時からバイト？いや、9時からバイト。9時やろ？もう家7時でさ、いけるとか言って。うん、そうなん？いける？言って。なら、まあまあ、ちょっとガソリンちょっと入れたるやんって言って。で、もう、送ってくれて。送ってくれてな。でも全然間に合わねえ。もう、向こう着いたら、もう7時40分ぐらいやって、全然余裕やんってなって、ほんで、息子とな、近くにデイリーストアがね、デイリーのコンビニがあってな、ほんで、ちょっとデイリー寄ろうかって言って、ほんでデイリー寄って、ちょっとまあ、ドリンク買って、んで、しとったらな、そこのデイリーな、朝、なんか焼きたてパンとか、ごっつい置いてんねん。もう、ものごっつい置いとって、ちょうど行った時が、もうほんまにもう、出来上がりのピークやったんか知らんけど、もうサンドイッチからパンからもう、もりもり置いとって、ほんで、俺、デイリーの、卵の挟まったパンが、めっちゃ好きやねん、サンドイッチ。もうな、サンドイッチ、普通、サンドイッチこうやんか。なんか中に具材が詰まっとってまっすぐやんか。それがな、モリってなったよね。もうなんかな、モリってなってて、ほんで、そのデイリーのサンドイッチが、もう、あっち好きやねん。俺は、卵だけのやつが好きやねん。もう卵と白身がな、もうこうやって、ぶーって潰れたやつが、ぶーって入ってんねん。もう、あれがな、もう、こっち美味しいねん。ほんで、お、サンドイッチある。俺これ買うわって
言うて、ほな、息子が、美味しいんって言うから、いや、お前知らんの。デイリーのサンドイッチ、めっちゃうまいから、これ、エビのこれも美味しいね。って、そうなん言ってなって、もう時間あるし、まだこれ食べようや。ってなって、ほい、息子もな、なんか、息子は、なんか、こう卵だけのんじゃなくて、ちょっとサラダ、レタスとかも入ったやつを買ったんやったかな。ほんで、買ってん。んで、たぶん息子、初めて食べたんやろな。え、デイリーサンド美味しいんって言うとったから、ほんで、初めて食べねん。ほんで、食べとって車の中で、ね、ほんだら、いや何これめっちゃ美味しいやんって言い出して、多分な、俺思うね、あいつ俺と同じ味覚やと思うから、俺が美味しいと思うやつは大体美味しいと思うねんか。だから親子ってみんなそんなもんなんかな。どうかそれちょっとコメントで教えて。ほんでめっちゃ美味しいやんって言って、ほんで美味しいなって食うて、まあ10分か、まあそこら12、3分ちょっと時間潰して、まあ買い物してるから、まあ20分くらいおったかな、買い物ちょっとうろうろして、で20分ぐらい潰れて、ほんで、さあ帰ろうかと。言うてもまだ8時頃、8時ちょっと待ってぐらいやったから、あ、全然余裕やなーって言うとって、ほんな帰ろうかーって言うて、帰り出したら、ちょっと半裸のところでごちゃごちゃってなってんやんか、24号線曲がってから、ちょっとごちゃってなって、ほんで結構ギリギリやって、で、俺、石川行く前の日にご飯炊いとって。もう全然ちょっと話しておくけどな。ほんで、ご飯炊いとって、それをな、子供全然食べへんかって。もう娘も、まあ、どっか行って、なんかもう、帰ってけへんかったから、ちょっと俺は知らんねんけど。ほんで、ご飯がめっちゃ余っとってん。3合炊いたご飯かな。3合まるっと余っとって。ほんで、ちょっと、俺的にはちょっと待て待てと。3合炊いてもまるっと余ってるやで。ほんで、息子に言うて、お前なんでご飯食うてないねんって言うたら、いや、おでんがうまいから、言うて、おでんばっかり食うて、そう。ほんで、ご飯食べてないねんか。ほんで、もう、帰りな。なるかの帰り。もうちょっとお前、今日バイト先に俺弁当持って行ったるわ、言て。最初は、いらん、あ、なぜか帰りじゃ、行きにな。これ行きの話、一緒に乗ってる時な。今日弁当持って行ったるわ、バイト先に行って。ほんならな、いや、いらんよ、って言うね。いい、持って行ったる、言うて。もうご飯まるっと余ってるから、言うて。んで、いいって言うとってけど、10時半頃に、やっぱり、お弁当欲しいっていうラインが来て。ほんで、あ、それ弁当欲しいんや、こいつと思って。ほんで、昨日な、ちょっとガレージとちょっと、ごちゃごちゃっと動画撮影しとったけど、作ったろうと。ほんで、11時、もうガレージ11時までしかおられへんっていうから、11時に別れて、ほんで、もう一旦帰って、弁当に詰めて、ほんで、持っていこうと。ほんで、持って帰ってんけど、弁当箱っていう弁当箱が特にないねん。ほんで、もうなんかタッパ。中途半なタッパがあったから、もうタッパにご飯ぽいって入れて、で、ちょっとな、タッパに入れて、ほんでワカメの、なんかふりかけかけて、ワカメのふりかけかけて、ほんで、次にまたご飯引いた、上に、なんかカツオとなんかのふりかけばーってかけて、ほんで、その上にまたご飯引いて、その上からな、もう普通の海苔3枚ベーベーベーって乗せて、ほんで、もう蓋バーン閉めて、もうご飯出来上がって、ほんで、もう一つのタッパに、卵焼きとハム、卵焼き焼いて、ほんで、もうハムはもうそのままもう袋がペッて出してペッて入れてだけで、ほんで、もう一個のタッパーちょっと深いやつにおでん入れて持っていったって。ね、そう。昨日納豆こうだから納豆持っていったろって、納豆持っていったって。ほんで、持っていったってバイト先まで。ほんだら、やばい、いやいや、納豆はいらんよって言うねんか。え、なんでお前めっちゃ納豆好きやんって言ったら、いや、バイト先で納豆食われへんでってから、あ、そうなん言って、そう。でもな、昨日持って行って、ほんならな、いや、弁当美味しかったーって言うねんか。もうな、なんやろな、なんでも美味しいって言うねんか。おもろいわ、思うて。まあまあ、ほんでそんな感じで、でもな、ご飯めっちゃ余っとったからな、どうしようと思って。もうほんならもう今日の晩カレーやなと思って。もうカレーやなと思って、買い物行って。それでもな、とりあえずご飯が、まあ弁当にちょっと入れただけやから、まあ余ってると思って。それでもちょっとかけたよ、息子に。お、ご飯どれぐらい余ってるって言ったら、え、もうないでって言うから、あれ？え、娘、明日食べたのかなとか、いろいろ考えとってんけど。ほんなら、まあ娘もちょっと食べとってんけど、まあ、息子も帰ってきたから、ご飯も全部食うたれて、腹減ったからって言うねんか。あ、そうなん言うて。ほんで結局、もうご飯がないから、まあまあ、ほんならどうしようってなって、まあ息子もまあ、さっきご飯食べたから、そんなに、ええでって言うて言うから、ほんならまあ、唐揚げでもしようか、言うて。うん。で、唐揚げでも作るわ、って言ってラムに行ってん。んで、鶏肉買って、唐揚げ粉、日誌の唐揚げ粉買って、ほんで、買い物しとってん。ほんだら、息子からな、電話かかってきてん。
かかってきてな。もしもーしって言ってた。父ちゃん風呂場で誰か死んでんでって言うねんか。ほんで、えってなって、え誰って言って、俺もう娘かなと思って。ほんで、え、誰が死んでんのって言ったら、わからん。もうな、風呂場にな、人死んでんねんって言うねんか。マジでってなって。ほんで、いやいや、それはないやろって言うて。それはないよと。ほんで、ちょっともう一回見てって言って。ほんで、もう一回見てって言ったら、いや、怖いけど、ちょっと待ってや。で、ガチャーンって風呂場開ける音聞こえたら、ガチャーンって開けて、パッて見たら、あれ、白菜やって。白菜やわ、言うねんか。あ、白菜かと。あんな、そう、あんな、お前、ほら、車乗ってバイト行ったやんか、言うて。俺、あのまま軽トラ、駐車場置きに帰ったんよ、言うて。置きに帰ったらな、ばあちゃんが白菜くれて、って言って、そう、思い出したわ、言うて。白菜くれてな、言うて。ほんで、白菜、俺、あれや、もう、流しの上、ボイド置いて行ってもたんよ、言うて。ほんなら、あれ、娘が、あれ、電話かかってきとったわ。なんか、虫がおるから、この子置いてあかんやんとか、なんか電話かかってきて、なんか怒っとったわ、言うて。そうそう。ほんで、風呂場に置いとったみたいで、ほんで、ぶつけが、ほら、ああいう時に、ガチャンって開けたら、人が死んでるってなって、俺に電話かけてきたという、あんた。いや、確かに白菜めちゃくちゃ大きかったよ。ほんまに。生まれた赤ちゃんより大きい白菜やったからな。ほんまに。ほら、めちゃくちゃでかい白菜で、大根もめちゃくちゃでかくて、めっちゃ長い大根で、ブリブリで。ほんでも、葉っぱもついてんねやんか。葉っぱもついとって、ほんまちょっとしたらもうなんかもう、アフロヘアみたいになっとってな。大根もな。ほんで、持って帰ってきて。そうそう、置いとった、忘れとって。いや、風呂場で死んでるよ。びっくりしたよ、俺もう。何事かと思った。鶏肉買ったけど、ほんまどうしようと思って。ちょっともう一回見て、って言ったら、白菜やった。もうええわ、言うて。そう、そんな感じでね、昨日は、唐揚げを作りました、っていうお話でした。はい。ほなね、僕もぼちぼちね、総本山に着きますんで、今日は終わりたいと思います。皆さんね、本日もお仕事、ご安全です。あ、もちろんね、無事故無違反で頑張ってください。本舗仲間もね、今日ちょっと暇なんですけどね、気合入れて頑張りたいと思います。そんな感じです。じゃあ皆さん、バイバイ。ポチッとなー。